今回からセクシャルマイノリティの人のためのお悩み相談室を YouTube で始めたいと思います。よろしくお願いします。普段はこの YouTube では私は全然セクマイとは関係のない動画を出しているので、今回のセクマイ動画につきましては、不定期に更新していくっていう風なので、Twitter などでは自発的にこうわーっと宣伝するっていう風にはしない予定ですので、こっそり更新していくっていう風になるかなと思います。ですが、視聴者の方による自発的な拡散っていうのは歓迎しておりますので、そういう風にご理解ください。で、実はあんまりこのチャンネルでは言ってこなかったんですが、知ってる方は多分知ってるんですけど、私もセクシャルマイノリティの当事者です。で、同じくセクシャルマイノリティの方の、心の拠り所のようなコンテンツになっていけたらなと思っており撮影しています。このシリーズの初回っていうことですので、軽く自己紹介していきたいなと思います。よろしくお願いします。ちょっといつもと違う画角なのでめちゃ緊張するんですけど、はい、普段通りに喋っていきます。名前はチャコ先生です。先生ってついている通り元小学校教員です。で、今は、この撮影時点では29歳でして、今年やっとですね、30歳になるっていうところですね。めっちゃ嬉しいんですけど早く30になりたいなって思ってたような人間なんで、はい、そういう年代の人間です。で、セクシャルについてなんですが、まず生物学的な性別は、声を聞いたらお分かりの通り女性でございます。で、性自認は、近年は割とそうですね、中性から、男性寄りかなっていう風なんですが、結構私はね、日によって変わっちゃうというか、日替わりですね。あと時期によっても結構変わっていく人なので、常に男性とか常に中性っていうわけではなくて、たまに女性寄りの日もあります。なんか生理周期とか、ホルモンバランスによって変わっていくのかなとも思いますが、はい。そういう感じで流動的な人です。で、次、性的指向なんですが、この性的指向っていうのは、要は、好きになる性ですね。どんな性別の人を好きになるかっていう概念なんですが、私は、いわゆるバイなので、女性、男性、どちらも、好きになったことがあります。で、あと、中性的な方もすごく好きなので、あんまりなんかこう、性別によってどうのこうのっていう感じではないんですけど、近年は割と女性に惹かれることも多いかなっていうふうに思いますね。はい。で、最後、性別表現。これは自分がどういうふうに性を表現したいかっていうことなんですが、言葉遣いとか、あと服装とかですね。っていうのは、男性寄りかなと思うんですが、はたから見たら、中性ぐらいかなと思いますね。そうですね。中性かな？中性だと思います。小学生の時は自分の一人称が俺でしたので、割と、男性寄りでいたいのかなっていう風ではありますね。なので、LGBT の概念で言うと、私は B で、近年は L 寄りかなっていう風ですね。全体的に、男性、中性寄りになっているかなっていう感覚ではありますね。最初にちょっと申し上げておきたいんですが、この動画や、この動画シリーズで今後、LGBTQ とか、プラスっていう風につけて言ってない理由を説明しておきたいなと思います。近年ね、LGBT の概念がどんどん広まってきて、Q とか、プラスみたいな概念がどんどん、広まってきてるかなとは思うんですけど、そうなってくるとですね、本当になんて言うんだろう、全部拾わないと、正確にセクシャルマイノリティの方を全部、表現する方法がないなっていうことでめっちゃ長くなるんですよ。 LGBTQQIAAP とかみたいな表記になっちゃうので、ですので、このシリーズの動画内でタイトルとか私の発言の中で LGBT って言った場合については、LGBT 以外の人も含む全ての性的マイノリティの方のことを指す概念として、発言しているというふうに思っていただけたら幸いです。よろしくお願いします。で、お悩み相談室っていう風に、目打って始めてはいくんですが、いきなり知らない人に自分のそういうプライベートなこと相談できないよっていう風に普通はなると思うので、
なんでこれを始めようと思ったのかっていうきっかけみたいなところをお話ししていきたいと思います。まあ、このお悩み相談室みたいなものを結構前からやりたいなって思っていたんですが、それの原体験が私の教員時代の体験でして、まあ、簡単に喋りますと、私が担任した小学校1年生に A 君っていう男の子がいたんですけど、彼は割と小柄な方で、髪の毛も割と長くてですね、肩ぐらいまであったかなっていう子なんですけど、最初は全然わからなかったんですが、まあいろいろありまして、髪を自分の意思で伸ばしている、切りたくないっていう風に言っていて、ずっと伸ばしてたっていうこととか、あと家でこうワンピースを着て、妹のワンピースを借りて遊んでいるっていう風なことを、まあ保護者を通じてね、わかったりして、なんで A 君は男の子なのに髪が長いのって同級生の子に何気なく聞かれたりして、それでちょっと小学校1年生ながらに自分の性別の違和感とまではまだいかないかもしれないんですけど、でもすごく苦しんでいる様子を、まあ、間近で見てたんですね。で A 君とのその出会いを通して、自分もセクシャルマイノリティっていう当事者であるのにもかかわらず、 A 君に対してその何もまあ、できなかったんですね。っていうのがすごく今も、無力感のある経験として残っています。で、A 君を担任して、そのすぐ後に私は違う学校に転任になったので、その後彼がどうなったかはわからないんですけど、きっと彼は今もその当事者にしかわからない苦しみを大なり小なり抱えてきっと生きていると思うんですね。で、そういうその本人にしかわからない、セクマイの方にしかわからない苦しみって本当にあって、家族はもちろん友達にも先生にも誰にも相談できないまんまで今も生活してる人ってたくさんいると思うんですね。で、自分自身の経験で言いますと、私は、まあ、割と人とかには恵まれてたかなって思うんですが、高校生にまでは誰にも言えなかったですね。っていうか、自分がそうだってあんまり確信がなかったので、わからなかった。自分でもわからないのに、他人に話してもどうせわかってもらえないから、まあ話さない方がいいよねっていう風で多分喋ってなかったと思うんですけど。けど、もし当時、わかってくれる人が近くにいたなら、絶対私は相談したかったなって思うし、聞いて欲しかった。聞いてくれる人がいるんだったらそんなにありがたいことはないなって。だし、そういう人がいたらその苦しい時期は救われていたなって思います。まあ、今20代後半で普通に、なんて言うんだろう、学校とかでは暮らしてないですけど、今も社会では生きづらい思いは日々経験してますけど、やっぱ個人的に一番辛かったのは学校だなって今も思います。特に学生にとって理解者がいない学生生活、学校生活っていうのは、ちょっと言葉悪いかもしれないですけど、もう拷問ですよね、本当に。生き地獄みたいな。毎日火炙りな感じで、火炙りされに学校に行くみたいな気持ちなんですね。でも、旗から見てると普通にただ学生生活をしている、普通の学生っていう印象でしか多分ないと思うので、これは誰にも、当事者じゃないとやっぱりわからない。気づいてあげることも多分できないと思います。で、まあ幸い今はね、ネットが普及してまして、個人でこういうふうにこう配信できるっていう、まあ環境が、割とね、手近にあるんですけども、まあ自分の教員時代のその無力感であったり、学生時代に感じた絶望感とか、まあその孤独感みたいなものを糧に、今、まさに今、生きづらさを抱えている方の、まあ、心の支えみたいな、ところに、まあ、なれるかは分からないですけど、まあ、なりたいなっていうふうに思って始めています。まあ、そう、なんか、ちょっと深刻な感じで話しちゃいましたけど、まあ、私は、その、セクマイの話って、それはもちろん知ってもらった方がいいと思うんですけど、必要以上にそのナイーブになりすぎる話題じゃないな、と思うんですよね。その、なんて言うんだろう。出身地と同じぐらい性別が普通の概念として違って当たり前っていう風に思われる時代が早く来いって思ってるんですけど、あなた東京出身みたいな、僕は大阪だよとか、そういうのと一緒で、私は同性愛者なんだとか、そうなんだ、僕無性愛者だよとか、アセクシャルだよみたいな、そうなんだそうなんだみたいな
まあ、そういう社会になればいいなって思ってるんですけど、まあ、でもとはいえその、まあ、現状ではそのデリケートな部分も結構多いなって、まあ、なのでそのお悩み相談室を始めるにあたって、まあ、基本的にはどんな質問とか相談もお答えしていこうと思っています。もうほんと 99.9% は答えますけど、その、まあ、誹謗中傷はもう論外なんで無視ですけど、ユーモアの範疇からちょっとはみ出しちゃってるなっていう風に私が判断した 0.1% くらいの内容はもしかしたらスルーしちゃうかもしれません。まあ、そこは本当ご了承ください。で、まあ本当に何でも大丈夫です。些細な疑問とか質問、まあ、私に対する質問でもいいし、自分の身の回りで起きたことをこれどう思いますかっていうようなスタンスでも全然 OK です。あとなんだろう、ちょっとこんなことあったんすよとか言って辛かったっすみたいな軽い不満とか愚痴みたいなものから、今実は恋人とこういうことで悩んでてとか、自分の身の回りのことでこういうことがあって悩んでますみたいな割と重めの悩みまで、とりあえず今思いついたものを送ってみてほしいなって思います。で、もうどうせ送るんだったらこれ匿名なんで、リアルでは言えないこととか、リアルでは到底人には聞きにくいことみたいなものをぜひ送ってほしいなって思います。で、送っていただいた質問とか相談とかっていうのはこの動画で読み上げさせていただいて、視聴者の皆さんと、まあ、私も含めて一緒に考えたり悩んだりさせてほしいなっていうふうに思います。で、願わくばできることなら明日もあなたに生きてほしいなって思います。まあ、というわけで、ちょっと重くなっちゃいましたんで、ちょっと軽いノリでね、軽いノリで喋りましょうね。何でも言える風にしたいので。まあ、というわけで、質問、疑問、不満、愚痴、悩み、相談など、何でも結構です。募集しております。窓口はすべてマシュマロでお受けしております。セクシャルマイノリティの方はもちろんなんですが、ストレートの方からの投稿も歓迎です。身近にセクシャルマイノリティの方がいて、こういうことがありましたとか、これってどうなんですかみたいな、質問とかも歓迎でございます。まあ、どれぐらい反応があるかわかんないので、ある程度質問が溜まったら、一気に動画で回答していきたいなと思うので、まあ、気長にお待ちください。はい。というわけで、初回は以上です。まあ、次回は、いきなりお便りじゃなくて、自分自身のセクマイあるあるみたいなものについて、喋って、ああ、自分もそういうのあります、みたいなのを、ちょっと共感していただける回になればいいかなと思います。では、また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。